全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。おらおあすいません、それできますか。おらおらバレた、やってもうた。はい、ということで今回はビッグモーターについてという動画になっております。おしゃれだ、やってもうたかけたんですね。死刑死刑死刑教育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 ということでビッグモーターの件なんですけど皆さんご存知ですか。はい、人並みには人並みには、はい、もういろいろ悪事がバレすぎて、超簡単に言うと、まあ、営業マンが単価上げのために車に傷つけたりとか、店の前の除草剤撒いたりとか、保険金をまあ騙し取るって言い方ちょっとあれですけど裏技で多くもらっちゃったりとかっていう、まあ半分ちょっと詐欺じゃないかみたいな行為で今炎上してるっていう形になっております。多分もうやばいんですかビッグモーターさんは。このまま復活はできるんですかね、鴨本さん。ビッグモーターってさ売り上げ落ちてるんですかね。わかんないです。いつも、まあ、これ炎上とか見るたびに思うんですけど、やばいやばいやばいって言いつつ自分の車がちょっと故障したら結局近くにビッグモーターあったら行くと思うんだよね。こういう炎上で売り上げガクン下がった人って意外と炎上中で2割ぐらいだと思ってて、確かに一時的にはビッグモーター今はやめとこうかってなるけど1年後多分みんな忘れてるよ。今回の詐欺みたいな感じなんでワンチャン僕は潰れるんじゃないかぐらい。俺の予想は今期は結構来るけど来期からほぼノーダメっていう予想かな。今期っていつが来ますか知らないけど、はい、結局そんなもんなんだよね世の中って別にそれがいい悪いとかじゃなくて喉元すぎればみたいな感じですかね。喉元すぎればなんですよ結局。だけどさすがに過去自分がビッグモーターで例えば何十万払ってたけど、うん、それが実はこういうのされてたからだみたいになって被害者の会が立ち上がって賠償請求がどうたらこうたらみたいな、まあ、来るかもしれないよね。で俺その事件の詳細知らないからあれだけど、でそれが払えなくて倒産みたいなケースはなんか聞いたことある。現時点で何百億みたいな感じの損害賠償は請求されるみたいな予測があった。あ、そうなんだ。で、あともう保険会社損保ジャパンだったりとかも契約切れちゃってる状態じゃあやばいかもね。だから結局潰れるかどうかって多分そこだと僕は思ってて、うん、売り上げが下がって潰れるはないだろうなと思ってます、うん、多分ビッグモーターのように有名とはいえ例えば昔雪印が食中毒を起こしましたとか、うん、桃の天然水がカビが生えてましたとか、うん、飲食系結構スキャンダルあるじゃん、うん、でも今みんな普通に買うよねみたいなと近い気がしてるかな。ビッグモーター二度と行かないってなんのかな。あとキャッシュどんだけあるかですよね、うん、しかも何やかに皆さんなんだとって思いつつもさ、まあ、言うてもめちゃくちゃいるスタッフの中の 1% とかでしょみたいな、うん、いやだからそうでもないっぽいですよ感覚の話で。感覚の話ですか、うん、受け取り手はね、うん、だって故障してるわけだから車は。ここスキャンダルあったから1キロ先のビッグモーターじゃなくて5キロ先のどっかに行こうとかってなる人が何パーいるかっていう感じじゃない、まあ、確かにそうですよね、うん、結局もう壊れちゃったらもう行くしかないみたいな感じですもん、うん、しかももっと嫌な話じゃないけどこれを機にビッグモーターの体制がこう変わりますみたいな PR をし始めたら逆に今回のが宣伝になったりしちゃうっていうのが、うん、今はそこまで言ってないですけどっていうのが実態で、これはもうあくまで予想ですけどね、はい、なんで結局ほぼノーダメと。むしろプラスな可能性もあるぐらい高い、うん、いやプラスにするかどうかは手腕次第だけどさすがに結構喉元すぎればクラスをちょっと超えてる部分はあるけど、うん、まあでもそれが3ヶ月続くのか1年続くのかみたいな。スシローってどうなったんですか。結局株上がったみたいな話。スシローはね被害者だからね。だしそれでもう行かねえって思う人ってもともと神経質な人たちだから、うん、意外と世の中ってそんなもんなんだよ芸能人のスキャンダルとかも、うん、除草剤のやつとかって、うん、あれに関しては都市とか国とかが賠償、いやあれは賠償金ないんですけど、まずなんで除草剤を撒いてたんですか。看板を見やすくさせる看板とか、うん、街路樹なくなった方が通る人から並んでる車が見えるじゃないですか、ガチガチガチです、ね、面白すぎでしょ結構いろんな店舗がしかも除草剤撒いてたあるらしいっす、うん、なんでビッグモーターの店舗の前だけ草が枯れてるみたいな。でこっちの隣の店舗は草ぼうぼうなんだけどなぜかここだけなくなってるみたいな感じで問題になってる。教育教育教育死刑死刑死刑、あれは何ですか。あれは社長からの LINE ですね。一個一個切り分けなきゃいけないけど、まずその教育教育教育とか俺はあんま正直詳しく分かってないけど LINE でバリ雑言を送ってる、これはぶっちゃけなんともないです。大したことない。受け取り手が本気で訴えたところで言うって大したことにならないから、うん、程度の違いあるとはいえ似たような企業なんて山ほどあるから、うん、ここは絶対問題にならない。面白いだけ。そう面白いだけで除草剤はモラル的にちょっとイカれてるよ
よねとは思う、うん、けど本当は出しちゃいけないところまで看板出してる企業があるとか、看板を目立たせるために許可取らずにどうこうしてるとかっていう範疇の話にとどまる気もする。モラルの問題、国とかがめちゃくちゃ怒るっていう。でもね、国を怒らせると結構いろんな制限かけられたりとか、それこそ税務調査めっちゃ入るようになったりとか、うん、そういうのがあるかもしれないけど、まあそういう間接的なの置いといて、除草剤まくもちょっと怒りすぎてて笑っちゃうけど、まあでも被害者がいるかっていうといないっちゃいないんだよね。だからじゃあ誰が怒るかって言ったら、まあ国が怒るか怒らないかぐらいの話で、でももっと大事な事象を国はいつも抱えてるわけだから、それも流れる気がする。一番やばいのは保険金詐欺的なところだよね。そこは明確な違法だから、じゃあその犯罪行為やったところがすいませんでしたで済むのか問題で、じゃあ賠償責任とかでどこまで補填するのか、過去何十年企業やっててどこまで遡るかっていうところも、でもその支払いの裁判が決着つくのも結局1年2年で済む話じゃないだろうから、その間普通に運営するだろうし、なんやかんやしばらく別にノーダメっていうのが要素です。営業マンって大なり小なりみんな正直嘘ついてるっていうか、危ういことやってる人いますよね。今回の件で結構ドキッとしてる人って結構いるもんですか？いや今回の件でドキッとか分かんないけど、営業マンが悪いっていうか仕組みが悪いというか、何してでもいいから売ってこいって言って夜11時まで営業したけど売れませんでした、はい、まだ家に行けば一家団らんしてる家族の家回ればいいだろうって言って、うん、ピンポンピンポンしまくって迷惑行為みたいになったら、はい、それは今しかが悪いというよりかは支持してる体制が悪いわけでしょ。だからドキッとしてるのは多分 C っていうのは会社側じゃない、うん、営業マン自体には悪、いやそれはないでしょ。営業マンが個人の裁量でやりましたでも多分最後尻尾切るような気がするけどね、まあ、さっきも言ったけど芸能人のスキャンダルはイメージ商売だからわざわざ出す必要ないスポンサーも広告も、だからじゃあつってさっと引き上げられる、これはまあ容易に想像できるから、芸能人のスキャンダル結構ダメージでかいと思うんですよ。不倫しちゃうと昼ドラ出て主婦層からしたら気持ち悪いってなられちゃうから、視聴率下がるから、わざわざそいつを起用する意味がないっていうになるけど、車の修理とかってエッセンシャルワーカーに近いというか、壊れたら地球直さないとそいつのインフラが危ぶまれるから、だから呼ぶみたいなところがあると思うんで、うん、強いんじゃないですかビッグモーターは基盤が。しかもそこまでして手段を選ばない会社なのであれば、多分また何かの手で成り上がってくるんじゃないですか、うん、裁判でも弁護士が教育こういう会社って潰れる寸前になって、うん、もうやばいってなったら他の会社が売却するっていうのが普通なんですか、大きい会社っていうの。そうだろうね、買い手は意外と美味しいんですよ。でも買うってなったら超巨大な M&A になるから多分ほぼいかないと思いますよ、そこまでは。けどこういう炎上してブランドイメージが下がりました、でもそれを買ったってなったらどっかが急激にブランドイメージ上がるじゃないですか、うん、企業価値めっちゃ下がってるのに買った瞬間にそれがまた戻るから、うん、超美味しいお買い物みたいな感じになりありがちですね。じゃあ今後の流れとしてはやっぱりさっきおっしゃってた通り、うん、復活するか潰れるんじゃなくて M&A の2択。あ、まあそうです、うん、潰れるはないと思います。絶対欲しいでしょ。そもそも赤字にならないんで、ならないとは言い切れないですけど、事業としてめちゃくちゃ赤字だったらやばいですよ。なんだけど事業は黒字で損害賠償金が払いませんで潰れるんだったら多分どっかが買うんじゃないかな、さすがに。ちょっと話それちゃうんですけど、うん、まあ、僕がちょっと調べた限りだと、うん、中古車販売の会社って、まあ、ビッグモーターじゃなくても、うん、オートバックスとかも同じようなことやってるらしいんですよね、うん、本当か分かんないですけど、うんうん、悪いことをやってる、悪いことを競合だしも結局ビッグモーターが転職してきた人たちが大半なんで、うんうん、どこもグレー、そうどこもグレーらしいんですよね、うんうんうん、これどうやって消費者は戦えばいいんですか、騙されないように。それ込みでそういう相場だって思えばいいんじゃん、うん、もっと信用欲しいんだったら例えばトヨタとかのやってる中古車販売とか行けばいいしみたいな。そこも結局同じだと思うよ。別にそこが悪いことしてたのは言わないけど、トヨタだから大丈夫ってそれがまず危険な思考なわけですよ、うん、働いてるのは人間ですから。別にビッグモーターが転職したやつは絶対いっぱいいるだろうし、だからそこはもう防ぎようがないんで、俺らはもうそういうの全部受け入れちゃうっていう。本当は30万で済んだのが50万で見積もり出されてるわけですよね、うん、それ嫌な気持ちに確かになるけど、本当は30万と思ってるからなので、中古車の修理に行ったら基本的にはちょっと傷つけられて見積もり上増しされるがデフォルトだと。受け入れるしかないってことですか。別にラーメン屋行って本当は500円で作れるだろうってならないですもん。そう、そうなんだ。例えばじゃあ居酒屋行って大根のスマを実は使い回してましたっていうスキャンダルがありましたみたいな、うん、そしたら過去スマ食った分を損害賠償するかっつったらしないし、本来だったらスマの金額抜いて払えばよかったのにってならない。それとちょっと近い話であって、今だとちょっと金持ち志向じゃないですけど、はい、対策って2つあって、要は自分がいいサービスやってくれたらさらに通い続けるよっていうリピート前提の客ってまず思ってもらえることがまず重要なんですよ、うん、まあ、中古車の修理だとちょっと難しいかもしれないですけど、
っていうのが1個と、もう1個やっぱ相密を取るっていう、あ、競合と、うん、デカめの金額とかを払うとか、その人にとってでかい時はやっぱ相密はマストだと思いますよね。向こうは30じゃなんで50なんですかって、その50の根拠を聞くとか、2つ以上相密した瞬間に資本主義って価格競争が始まるから、変なことはしなくなるんじゃないか説っていうね、うん、だけど俺中古車修理以外も本当にこの金額って適正なのかなって思うようなことはぶっちゃけいっぱいあるんですよ、世の中って。でもそれで言ったらね、今しかの TikTok コンサルだって本当に相場なのとかって分かんないじゃん、うん、でも人材紹介が年収の 30% です、これもよく意味が分かんない話なわけですよ。全部そうなの、広告代理業 20% なんでみたいな。でそれって全部いいねだし、やってる人たち一番詳しいから、その価格の根拠なんてやってる人たち本人しか実態のことを知らないじゃん。結論、商売っていうのは不完全なものなわけですよ。そんなに綺麗に全て根拠とロジックがあるものじゃないんで、そんなもんなんだと悲観するっていうチェキ取ったらいくらですか？2000円です。どうですか、俺チェキ今でいっぱい撮ってますけど、いろんな人とチェキというか写真、はい、1円ももらったことないですよだからいいねなんですよ全部が。商売ってそんぐらい不安定で不確実なものなんですよ。僕は別だけですか、うん、むしろ傷つけてるじゃないですかビッグモーター。ちゃんと根拠を作ってくれてるんですよむしろ優しいかもしれない。いやそうだよ、だって世の中は国から受けてる建設会社とかって1人当たりの人月をちょっとずつかさ増しして見積書出して国からお金をもらうっていうのをやってるって、よくある話なわけですよ、うん、そういう悪いことしてる人たちなんて、はい、補助金出す時も本当は運営してないのに運営した体にして人件費かさ増ししてそれで補助金もらうとかっていうのがたくさんやってる中で、ビッグモーターはわざわざ傷つけてくれてるわけじゃないですかポジティブ人間みたいな。いやいや保険金詐欺ってそういうことになりますよ。だからちゃんと根拠を作ってくれてる、受け入れる、はい、うん、それが嫌なら車を壊さない丁寧に使うっす、はい、ということで今回はビッグモーターの件についてでした。ありがとうございました。ありがとうございました。